はい、皆さんこんにちは。今日はですね、下野という、ね、道の駅に行きました。はい、下野です。アレクサ、下野というところ、道の駅わかるかな。下野周辺の施設は、1つ目、道の駅下野、2つ目、道の駅2部、3つ目、道の駅下野-1、4つ目、道の駅の巨大滑り台です。アレクサ、その下野という道の駅のことを聞きたいんだけど。ちょっとわかりません。そっか、ごめんなさい。もういいよ、わかったよ。はい、というわけで、ちょっとね、なまっているのでアレクサも困っているようです。はい、くそ。はい、でね、この下野という道の駅なんですけども、いつもね、新国道4号線ね、大きな国道ね、4号線なんですけど、そこにあり、そこにっていうかね、いつもそれを見て、これを見ながらですね、あれ、あそこに大きな道の駅あるなと思いながら、なかなか今まで行ったことはなかったんです、実はね。だけどね、やっぱし行ってみようかなと思ってね、まあ行くとこなかったんで行くとこなかったって行くわけないかな。まあ他にね、今日はね、朝の10時近くかな、家を出たので、で、じゃあ近までないかなということで探したんです。そしたら、この道の駅がヒットしました。はい、そんなわけで、今までね、立ち寄ったことなかったんですけど、立ち寄ってみたんですけど、とてもいいとこですよ、これいいとこですよっていうかね、一応一応じゃなくてね、本当にね、目につくものがありました。ね、例えば滑り台ね、滑り台、滑ってみたいなともいうね、そういう滑り台がありました。あとね、展望台があるみたいなんですけどね、展望台はちょっと今回ですね、あまりにも暑かったんで、あんまり歩かなかったんですけど、あるようです。まあ一番、まあ僕がこれですよ、これ滑ってみたいなと思ったんですよ、これ本当に。いやでもね、お子さんだけしか滑ってないのでね、いやこれはねと思ってね、ちょっと残念だったんですけど、これ楽しそうですよ、これ。ね、でこのね、文字もね、ね、いいじゃないですか、下野というね、カラフルな文字でね、なんかこの暑いんだけど、だけどなんかこう爽やかっていう感じの色ですよね。で僕はここでね、何を買ったかっていうと、焼きそば200円の焼きそば、これ、これ買いました。まあ、唯一僕が、これ食べたいなと思ったんですよ。であとは磯辺焼きですね、それを買いました。はい、ね、まあそんなとこです。はい、で皆さんもどうですかね、新国道4号線のところにあります、近くにはね、自治医科大学があったかな、あと上の川町がありましたね。でね、まあそれで一応じゃなくてね、またここでね、いろいろこう書いておきますので、皆さんどうですか、行ってみたらいかがでしょうか。というわけで、今日はこの道の駅に遊びに行きました。はい、いかがでしたか。じゃあまたね、バイバイ。